長谷川守基地から1907年1月21日は日本の陸軍軍人。日露戦争において、騎兵挺進隊隊長を務めた、いわゆる長谷川挺進隊の指揮官である。戦後9部下の不祥事が原因で自決した。最終階級は陸軍騎兵少佐。父は合津半々士長谷川新基地である。新基地は、 六高十三国四人淵の武具役所勤めであった。長谷川が誕生した際、すでに長兄の牛吉が白川の戦いで討ち死にしており、長谷川が後を継いだ。戦後に都南藩三古軍門前村に移住したが、1873年に会津本郷に戻った。陶芸家の弟子となり、旧藩高日進館を再興した、私立日進館に進むが対抗。 単独で上京し、山川博家の家僕となる。長谷川は旧藩主、松平片春としばしば行を共にした。共同団から士官学校に進み、一期生として卒業する。士官学校ではドイツ語を履修したが、独学で中国語、ロシア語を学んでいる。長谷川は、騎兵科の将校となり、この絵師団の弾薬大体重列長を務める。 注意として、日清戦争に出征した。深刻上陸後に、台湾へ向かい、キールン攻撃補化数度の戦闘に参加した。戦後に、参謀本部出資となり、以後第9師団などで、参謀配置につく。陸軍大学校出身ではない長谷川の参謀への、捕食は、田村伊予蔵の信頼を得たためであった。第一定身隊指揮官、長沼秀文。後中将。 騎兵第14連隊府の少佐として、日露戦争に出征し、騎兵第1旅団従列長として、市長任務に就いた。この監督理事の戦い、大石橋の戦いなど8度の戦闘に参加した。1904年12月25日、秋山義古は、騎兵第8連隊長、長沼秀文中佐を指揮官とする、騎兵挺身隊の派遣を命令する。 日本騎兵80年史によれば、騎兵挺身隊とは、小部隊で主力から遠く離れてきの後方に行動し、主要施設の破壊や、司令部等の襲撃に任ずる部隊である。長谷川は、この長沼挺身隊への参加を秋山に願ったが、許されなかった。長谷川は長沼に合奏して参加することを打ち明けたが、そめられている。しかし、ミシチェンコ騎兵団なんかの事態を受けて、 秋山は第二帝神隊を編成し、長谷川はその隊長長に選ばれた。長沼帝神隊は第八騎兵連隊を主体とした178名からなり、1905年1月9日に出撃し、長谷川帝神隊は騎兵第6、第9、第13、第14の各連隊から選抜した総員107名で1月19日にはじめダイスを出撃した。 長谷川停震隊は、鉄道橋の爆破を一つの目的としていたが、この目的は、達することができなかった。しかし2月18日には、カルガン湾停車場北方の線路、通信線の爆破に成功する。停震隊は、北上を続け22日には、第二章過去を溶かしたシャリタンにおいて、ロシア軍兵隊,部隊の襲撃に成功した。この攻撃後の3月8日、 長谷川は疲労が激しい陣馬を帰還路とに着かせ、自らは三十六名を率いて鉄道橋爆派を目指した。その翌日にマサズの北方においてロシア機兵数百と戦闘となり、ロシア側が多本展開に移ったのを機に脱出した。同月十一日に長沼挺進隊から砲展開戦の情報がもたらされ、長谷川挺進隊は同月十九日に帰還した。 長谷川挺進隊の作戦行動は、期間62日、行動距離は 1600km 以上にわたり、長谷川は奥安方第二軍司令官から感情を授与されている。長谷川挺進隊、長沼挺進隊の行動は、ロシア満州軍総司令官、アレクセイ・クロパトキンをして、日本騎兵の捜索、橋、鉄道の警備に、騎兵第四師団などの兵力を差ししめることとなり、 法天海戦における第三軍の行動を容易にする効果があった。戦後に、騎兵第18連隊長におぎないされ、満州公主令に所在していた。長谷川は戦中に落馬した際に頭部を負傷しており、公主令の寒気は治療には適していなかった。このため医師の勧めに従って、熱海に赴いたが、滞在中に連隊で暴事件が発生した。長谷川は起任したが、 ほどなく死去している。長谷川と親しかった木村平太郎、内田博則は、その死因について、知るところなし、つまびらかにせずと述べているが、実際は、以前副官であったものの金銭上の不正を原因と、する滑腹自決であった。長谷川の自決は、この元部下の不祥事のため授与を辞退していた、禁止勲章が届いた後のことである。原津は階級を中佐としている。 名前について、日本騎兵80年史では、長谷川茂吉、陸軍騎兵少佐、長谷川犬吉風、都南藩こぼれ荘では、長谷川犬吉としている。都南藩こぼれ荘では14国4人ぶち。日本騎兵80年史では、経理官。陸軍騎兵少佐、長谷川犬吉風、陸軍騎兵少佐、長谷川犬吉風。ありがとうございます。